どうした？あ、今日はですね、フロントライン様からこちらをいただきました。AI ネットワークカメラというタイプのカメラらしいです。この間ニコニコ動画様からね、ニャンコ大賞でいただいたカメラと多分似たようなタイプのカメラだと思います。機能としては同じようなタイプのカメラなのかなって思います。開けてみようと思います。ティフィーの好きそうなものも入ってました。さあさあ、それではこれですね。あとなんかこの箱も入ってました。これは何でしょう。これは、はいはいはい、USB のケーブルと、これは何だろう。これは謎ですが、使ってみて確かめてみようと思います。 USB のアダプターも入ってますね。この間の紹介したパナソニックのカメラがこれですね。そんで今回のビムタグっていうんですかね、ビムタグ VIMTAG ビムタグのカメラがこれ。大きさはまあほぼ同じぐらい、ちょっと形は違いますが大きさ同じぐらいって感じですね。説明書、英語やフランス語、イタリア語、中国語などいろいろなバージョンが書かれてるみたいで、日本語も一番最後に日本語でもやり方が書いてますね。これに従ってやってみようかなと思います。これを読めばきっとできるんでしょう。できた。映ってますね。武田さん、このカメラ、うん、覗いてみて。Thank you。なんかやんつけんだろうね。え、どう？なんか物に挟むってことじゃない？え、これ挟む？これ、あ、これで、あ、ネジでつけるんだ。壁につけるんだ。壁とかテーブルにこれネジでくっつけて、どうやらここにカメラの下にこうつけれるんですけど、これね、カメラの下にこう取り付けて、この穴にこれでネジを止めると。そしたら壁とか、まあテーブルのね、
テーブルとかなんか床につけるかどうかわかんないけど、なんかこうつけてこう固定できるっていう感じですよね。このこういう感じで固定できるみたいなことですね。なるほどね。こんにちは。何してんの？ニューフィー元気ですか？
ですね。